久保さんまあ、確かに思考停止には2つあるかもしれないですけどね何もまあ考えずにぼーっとして、うん、ただたなですかねなんかしてるっていうとこと、うん、そのがむしゃらにその目標達成に向けてやっているっていうパターンですねていうかがむしゃらにやってる時ってあんま思考動いたりしない部分もあるんですよね没頭してる時って、うん、なんかやっぱゾーンに入ってるとそもそも ゾーンに入ってるんで、なんかその思考を超越したというか、なんですかね、なに何かのゾーンに入って取りつかれてるというか、<laughs> でもな何かに取りつかれもしなければ一万サイトとかも作れないと思いますし、う,ーん,うーん、なんか今なんかなんですかね、僕も YouTube 始めた時になんですかねうん、まあ気がついたら二万本以上になってましたけど。 うんなんか最初からそれをやるぞと思ってやったわけではない、まあ、ある一定の基準はありましたけどね、堀江さんが1000本ぐらい Q&A やってたんで、あの堀江さんも1000本やってんだからとか、あと光くんが7000本ぐらい、ヒ、あ、カ、のー、るズゲーム、ゲームチャンネルで7000本ぐらいアップしてたんで、まあ、そ,こはまあそこは超えないといけないなと思ってたんですけど、まあ、そこが目標ではなく、まあ、商品売ることが目標なんで。 商品売ることが目標でなんかやってたんですけど、まあ、結果的に本数多くなったっていう <laughs>。うん。だから、その、本数が多いから稼げるっていうわけでもないし、結果的に本数が多くなったというか、じゃあそけ、その、そのじゃあ、なぜ結果が出たのかっていうと、まあ、売り上げ上げるためっていう、シンプルですね。ビジネスで売り上げ上げるためにいろいろやってきたっていう。いろいろやってきた結果、いろいろが2万本以上にストックされてるってい話で。うん。なんすかね、まあ、 億万長者合宿もそうですよね最初の目的はまあプロモーションで売る目的でやりてましたけど今は目的も変わってるだろうし、まあ、別にその本数を億万長者合宿売るために100本やりましょうとか300本やりましょうって言ってたわけではなくそれも気づいたらそうなってたしうんなんか単純に目的地目的に向かって走ればいいんじゃないですかね。 目的,地目的地に向かって歩いてたら、振り返ったら距離は進んでないけれども、あの、走ってればね、振り返ったら結構走ったなみたいになるじゃないですか。だからその差だと思いますけどね。うん。なんかあの、所さんの目が点だったかな。目が点かなんかの科学的な番組で、一回なんか実験があって、 かなり昔の見たやつなんですけど、雨が降った時に走った方がいいのか、歩いた方がいいどっちの方が濡れねえみたいな <laughs>、なんか検証やってたんですけど、まあ、結論は走った方がいいっていうね <laughs>。結論走った方がいいっていう、どっちの方が濡れないのかみたいな <laughs>。面白い実験やるなぁと思うんですけど思ったんですけど。まあ、目的地に向かって走れですね。走れメロス。行ってらっしゃい。